2024年11月3日、21時7分、淡井圭介本人です。今日一連のことをこちらの続きに先ほど記載してたんですけど、21時過ぎですね、21時前に自宅に帰宅してですね、東京に行った時の状況、それを記載しようとしたんですけども、コンピューターの AI ですぐに削除されます。で、人間が誰にもわからない状況っていうのができてしまいますので、私の方で、述べます。まあ、今まで、その、2019年もそうですけども、まあ、皇居に行きましたと。で、誰にも、会わせていただけませんでしたと。で、赤坂御所へ、今年、今日行ってきましたと。まあ、その前に去年、皇居に行っても、会ってもらえませんでしたと。で、その辺のところで、今日一連の出来事を順に追って、それでは説明、します。朝から、東京に行こうとして、基本的に関西もある程度、ちょっとぐらいは雲は出てたんですが、基本的に晴れで。で、静岡県だけ極端に曇っていて、東京着いたらこれ雨かなと思ってたんですけども、関東の方は、快晴でした。で、壱岐市にいろいろこう河川を見ながら、河川水門開始式玉発電のこととかも考えながら、東京に向かってたんですけども、到着したのは、13時過ぎで、で、そこから、赤坂御所へ向かって、歩きまして、地図を見ながらですね、迎賓館のところが以前は警察官の方だったと思うんですけども、現在アルソックの方になってると思うんです。で、その横から入るところもそうだと思うんですが、もう少し先に、自動で、あんまり高くない、その、鉄の門、30センチぐらいの高さのものが、こう、自動で動くところで、警察官の方に、こちらから、11月3日に行くことを伝えてる内容のものを、送ってたわけですから、今ちょっと頭の中の取り合いとかをしたいわけじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、正式に何があったかっていうことを、関係者の人ぐらいしか見てくれないです、僕の動画も。で、どこかに残してなかったら、何がどうなってるのかは全員分からなくなってしまうんですよ。その、稽古問題の件に関しても、河川水門開始式玉発電の件に関してもそうなんですけど、その、会うっていうことも、もともとは成人様もおっしゃってましたし、佳子様もそうですし、能登半島の地震の映像では、文人様も会うとはおっしゃってはくれてはいたんですけども、結局、もうその手の話をし始めた時点で僕の頭の中は取られているんです。で、ここのホームページに書こうとしたのは、以前神戸行った時も、昨年がそうだったんですが、年末の頃ですね、もう来ない方がいいということを、勧められています。で、今日も実際そうだったので、話すことできないからということで、その文章を関して記載しようとしたんですよ。警察官の方にこう言われていますと。で、ただ警察官の方も奥から出てきた方、多分僕より年上の方だと思うんですが、どこかで見たことあるような気がする方です。で、小声で聞いてるっていうことは言ってくれてるんですよ。で、だからどこからどこまでのことを聞いてるのかも、尋ねてみなきゃわからないんですけども、だけども、合わせるっていうような、雰囲気ではなかったので、その額面通り言われてる内容と、ただ、なんかフリーダイヤルで14時38分ぐらいですね、三井住友銀行から電話がかかってきていて、
って、まあ、NISA とか新 NISA のことか何かがどうこうみたいな話の電話だったみたいなんですが、それは、17時ぐらいに東京駅のところで、電話をかけて、まあ、フリーダイヤルの電話で、どこからの電話か分かりませんでしたが、その時に、まあ、まあ、そういうふうな話をされて、あ、いや、もうそういうのは結構ですと、まあ、お金ありませんから、まあ、普通に断ったんですけども、最後の方に男性が、本当はこちらの方ですからっていうことを言ってたんですよ。もう何もかもが謎なんですよ、結局。何が言いたいのかは全然分からないです。その男性に関しても。最後に謎の一言を言って、で、その正直もう東京についてその赤坂大将まで歩いていくまでの周りの風景を見た時に、やっぱりエネルギーの残存問題を考えた時に、まあ、河川水門海水玉発電とかこう積極的に取り組んでくれる党が一つもない、高層の方たちもそういう気配もないとなると、まあ、僕一人じゃどうしようもないんですよ。で、ずっとそういう状態が何年も続いてる。で、2019年頃からホームページに記載しますから、河川水門解析玉発電のことは。もともとそれは2000年か2000年手前ぐらいの頃にある程度言ってたことですから、だからまあ、その辺の件で昔何か号外出ませんでしたっけ？その記憶も出てこないんですよ。号外っていう電波からのなんか頻度みたいなのは来るんですけども、たまに。で、もしかしたら当時それで号外とか出たんじゃないかなとか、まあそういうふうな、なんかそういうふうな、なんか号外のものが何かあったような、まあ何かですよ。河川水門回避弾発じゃなくて、まあ僕が関わってる何かの号外。スポーツ関係じゃなくてです。まあその辺のところに関して、まあ、記憶は出てこないので、まあ、それもなんとなくコンピューターに制御されてしまってるんじゃないかなっていう気はします。で、だからその、僕はそのホームページに、まあ、実質的に費用的な問題もありますから、先ほど書いてた文章は、だから、佳子さまとか、皇室の人たちから、その招待状とか、物質的なこの証拠みたいなものが、来ない限り、もう、行きませんと、もうよっぽどのことがない限り行きませんというようなことを記載してたんですよ。で、それが消されるんですよ。これはもう不可解なんです。それだったらなんか恋みたいな形に見えるじゃないですか。だからそれは AI が勝手に消してることであって、で、まあその辺のこともその個室の人たちとの今日の一件のことをあれこれ考えているうちに、なんかこう電波の中で、こう戦わされるような、まあ、頭の中身も取られてるんですけども、まあ、そういうような状況っていうのを、まあ、今も作られてるんですね。で、その頭の中の行き先は、まあ、どこなのかは分からない。ただし、一応どこなのか分からないって言って、まあ、顔はちょっと今度取られてる状態なんですけど、内部の方ですね。で、まあ、それは、もうこれ本音で言いますね。オフィスの方たちに言ってるんじゃないかと。で、一回その、電波で佳子さまの声とか聞こえてきて、で、また別の電波が聞こえてきて、で、その内容を聞き取って、佳子さまと僕が戦わされるような内容、要するに僕はそういうふうに戦いたくはないのに、中継地点にされて、頭の中の取り合いをさせられる、で、僕が悪いことにしようと思っていこう。というコンピューターの設定が多分あるんだと思います。だからそれを皇室を守るためなんじゃなくて、それはトラブルを増やすことだから、はっきり言って電波で繋げなかったらいいんですよ。ですよね。だから皇室の人たちだけじゃなくて、テレビ局の特性なのかもしれないです。他にも帰りの電車の中で、まあまあ、谷上駅で、ラルク・アンシェルの、まあ、シットは聞こえたんですけども、ハイドさんらしき人物、もうマスクしてますから、一瞬見た目、ハイドさんかなとは思ったんですよ。で、これも電波からのその死っていう声であって、で、ハイドさんが急に現れたのも、なんかこう、東京行った時の帰りだとか、まあ、なんかそんな話もありましたけども、その辺予定が合うかどうかだと思うんですよ。
自分たちがそのライブのツアーとか行ってる時に来れるかって言ったら絶対無理でしょうから、だから絶対的な法則がないから、急に目の前のドアが開いて横を通り過ぎていって、しかもマスクしてる状態 でその人物を確定しなさいって言われても無理なんですよ。でその時僕もあの声かけれませんでしたし、で、俳優さんじゃない可能性ももちろんあると思います。そのまずいや、あれハイドさんかなって、あ、ハイドさん、ハイドさんだって思ったんですね。でそれについて、だけどもどうしたらいいんだろうなんですよ、こちらの状況として。まあその件はちょっと置いとくとしまして、置いとくっていうか、まあ別にそのハイドさんも僕と喋りたくないんだったら別に来てもらわなくていいですし、みんな何か理由あると思うんですよ。何かこう僕ありっての行動をしなかったら電波で責められてるとか、なんか皆さんあります？だからその辺のところとかも余計な機能ばっかりで、それもあの電波で攻撃されるイコールエネルギーの消費ですから、全然逆のことをしている、意味のないことをしている。でそういう変な科学の世界っていうのをまず何とかしなきゃならないのと、だから僕としてはもうこれ以上できることがないんですよ。自民党、最大与党の自民党さんの方にも河川水門外資玉発電の件は持っていったけども、テレビでの受け答え、岸田さんの受け答えとはもう全然違いますし、最終的に話を詰めていった時に岸田さんは僕からのメッセージの内容を見てもらって、分かった、現場に入れるっていう、その作るところ、そういうふうなところまでの話とか、その記録を残しておかなかったらどういうふうに作らないと安全に作ることができるかできないかだとか、だけども末端の方の人たち、政務調査官の人、まあ、市議会レベルなんですけども、まあ話が噛み合ってないで、本当にこれも本音で言いますけども、本当に自民党として行うんであれば、まあ、自民党の人が国会議員の人のそれなりに名前が通っている方ですよ、多分僕の自宅に来ると思いますか、電話をかけると思います僕に。だけどもそれをしないということは、多分本音のところでは特にする気はないんじゃないかなというところは、まあ僕の本音です。だからまあ2017年ぐらいに本当にもう政府の方で行ってくださいと、もうこんなにむちゃくちゃお金のかかるようなものを多分日本中の河川に敷設しようと思ったら超単位のお金がいります。で超単位の純利益なんかまず出せません、ここ近年で、極端な円安になったからトヨタさんとかで大きな純利益上がってる状況ができただけで、そのもともとのその相場は1ドル100円ぐらい、もしくは105円、まあ、どんだけ安でもいい、もう110円が限界で、それが相場として考えてですよ。だから、基本的にその日本中の企業もある程度余剰金がなかったら会社がやっぱり回らないですから、だからできることをっていったら国がすることしかなかったんですよ、元々。だからもう2017年母親の会合の時に、もう政府の方でしてくださいっていうことを言ってるんですね。だけども何の動きもなかったですし、もうその時2017年ぐらいのその母親の会合の時点のところで、もう僕はもう自分の人生についてもう諦めきってるんですよ。それもね、散々動いてきましたから、30歳ぐらいの頃から。そこでもう結論出尽くしてるんですよ。で、すごい自分なりの今までの功績とかあっても、それでも無理だったから、もうそれはそれでも結論出てるんですよ。なんて言うんですかね、その、訪ねてくる人が、この人を尊重してあげなかったら絶対物事、社会全体の物事がうまくいかないっていうことを理解してる人が訪ねてきてるわけじゃないんですよ。片言言葉みたいな話の仕方とか、何か書類化したものを持ってこなかったら、相手が喋り始めたら自分が言いたいこととか途中で忘れちゃうじゃないですか。
だから処理化してこなかったら無理だと思うんですよ。だから会議って処理化するものであって、まあ今回のこの動画に関して、まあ、あんまり長くなってもあれですので、まあ、コンピューターにすぐ消されるから動画という形で、残しました。まあ、招待状とかは届かない限り皇居や、赤坂御所へ行く予定はありませんで、まあ、結婚問題に関してもどうしたらいいのか、まあ、そもそもその今までの佳子さんの受け答えってじゃあ何だったんだろうっていう疑問っていうのがものすごく残っています。で、まあ、そこでも正直頭の中でもいろいろと考えてしまうんですけども、まあそれをコンピューターから攻撃されて頭の中搾取されるんですよ。で、嘘ついた方が、いや、そのね、結局正直帰ってくるとき拗ねてるじゃないですか。こういうような同じ目にあったと、自分が同じ目にあったと思ってください。まあ、もう心的に拗ねるじゃないですか。こんな嘘ばっかりの社会だとか、テレビからしてですよ、ニュースからして、もうこの無理だと。で、東京の大きなビルの群れを見たときに、ああ、もうこれ無理だわと。ああ、もうこれ多分滅びるわと。やっぱり無理だっていう気持ちに、やっぱり自分のこう気持ちがこう、参り始めたら、やっぱりそういう方向にしか考えれなくなるんですよ。もう気力はもう限界来てるんですね。で、うん。やっぱり髪の毛染めてる話とか話してお世話ってくるでしょう。その、ハイドさんは僕に対して僕に敵意はないと思いますよ。だけど、金髪に染めてる状態で横を通り過ぎたとして、で、まあ最後のとどめみたいな形になるわけじゃないですか。自然と、その、髪の毛染めてるイコール義務教育で不良化してるっていう話と考えていくと、まあ、同級生であった小倉、幸宏がドラムをしている。まあ、年齢偽ってます、名前も変わってます、淡路って変われてます。まあ、その意味もよくわからないし、そのことについて、うん、まあ会ってこう座って、話し合ったこととかはないですから、自然とそういうふうな動きで、なんかこう僕からしたら、まあ眞子さまが今は小室眞子さんですけども、そのテレビ朝日の受付に2019年にいた時に、僕は行った時に、やっぱりテレビ局とつながってる、あと国会議員の人たちもテレビ局とつながってる。で、まあ、他の法律関係とか政府の政策的なところとかも、全部つながっていくと、やっぱり僕一人だけが孤独で、こう仲間外れにされてるっていうような状態がずっと続いているっていうことなんですね。子供っぽく聞こえるかもしれませんけども、昔はそれプラス外から喧嘩を打ってくるようなことまあ、いますし、もう今日も赤坂御所のところの周りのところで、若い男2人に来たことにしといたるわって笑いながら言われてるんですよ。また喧嘩売ってくる連中っていうのはたくさんいて、で、そういう者たちに限って自分の置かれてる状況分かってると、エネルギーの当てなんかないよと、掘ったら掘ったら地震発生するよと、新潟の油田、日本で一番採掘してる油田、ガス田、それによって能登半島の地震が発生してるってまだ知らないのって、まあ、一応僕の動画では言ってますけど、テレビで言わないから結局隠蔽に次ぐ隠蔽もプラスされて、だからまあこの世の中の全体の嘘、サウジアラビアの地震が発生しているところも海底油田のところが発生源のところが多いですし、ただしそんなに日本ほど地震発生してないんですよ。だからやっぱり後悔でだいぶ持ってるんじゃないかなっていうのは僕の見立てなんですけども、だから言い出せることと言い出しにくいことで、言い出しにくいからどちらでは子供だったんですかっていう話になるんですけど、今皇室の人が責めてるわけでもないし、国会議員の人が責めてるわけでもないんですよ。情報を本当のことだけにしなかったら絶対無理なんですよ、この世の中。何がどうしたら危険なのかっていうその理由付け、だから2035年にガソリン車世界中で生産停止に
なる予定なんですっていう答えはもうそこまで持っていけてるはずだから、今だったら言い出しやすいはずなのに、いつまでたっても誰も言おうとしないから、なぜそうなのかって言ったら、責任者不在のまま物事が進んでるんですよ。いやだから自分が生まれた時から、いやテレビってずっと嘘言ってるし、政府もそうだしみたいな状況で、みんな国会議員とかになって総理とかになってるんですよ。じゃあその時自分が総理になった時に、なんで自分が言わなきゃならないんですかになるんですよ、と思いますよ。電波でまたフミトさんの声とかが聞こえてきてるんですけども、クマとかいう声なんですけども、もう分からないんですよ。その若い頃の声聞かされてるのか何なのか、で行くわってどこに行くのか、また僕の家の横を通り過ぎたりするのか、それは僕はひどく精神的に潰す方法であって、だから信じれる人がいなくなる方法で、横通り過ぎるだけで、彼の孤独さはもっとさらに追い打ちをかけれることになるっていう、まあそういったこと、わからない、まあその電波から聞こえてきたその声に関しても、こういうことを他のコンピューターとかが言わせようとして聞かせてる可能性もありますし、だからまあもうこの世の中無理がありすぎると思います。その勝手に文章コンピューターの判断で消されるっていうこと自体、だからもう人間の判断じゃなくなってるんですよ、この世の中で。イコアっていうことについても、その体の中に入り込むその陽の部分とか太陽の部分とかもありますし、そうそう、これを言わせたかったのかもしれないですね。今日の行きし、まあ、リクライニングシートを倒して東京行くときに、もしかしたら佳子さまや、眞子さまや、一瞬ですけどもフミトさまの体温が僕の方に来てたのかもしれません。わからないんですよ。こうやって、コンピューターが高質な人たちの声を、勝手に使ったりしてることがあるように、他の人かもしれないですよ。だからもうそれもそういうふうなことを考えてたら、頭の中取られたりだとか、そういうこともありましたし、今はしゃべると逆に、治っています。だから国連がうんぬんだとか、何かがなかったら自分の身を守れないのかもしれませんし、本当のことを世の中に残すことはできない。だから、まあとにもかくにも今回の動画に関しては、状況を聞いてもらったら分かる通り、もう精神的にも僕も限界です。で、もう特に皇居とか、赤坂御所行く予定はありません。あちらからその招待状とか届かない限り無理なんだと思います。もうまあ有馬警察署の警察官の人も言ってたんですけども、その人たちのことだったらって、またもうこうその人たちとかプラス国会議員とか議員の人たちとかプラステレビ局出演者の人だと思うんですけども、こういう一連の人たちはその人たちの方から会いに来るわっていうようなことを、その人たちだったら自分たちの方から会いに来るわっていうようなことを言ってたんですけども、まあ、しかしは皇室の方たちだけの範囲のことかもしれませんし、まあそれに関してはもう、十何年間何とかしようとして何もできなかったわけですから、多分対応しようとしても僕どうこうじゃなくて、相手がちゃんと会って話しよう、しっかりと会って話しようという気持ちになってもらわなかったら無理なんだと思うんです。だからもうだからその逃げるわけじゃないですけども、その河川水門開式玉発電が始まらないのは僕のせいにされても困ります。でこのままで行くと、まあ全員逃げで、誰のせいでもないみたいな話で、国連の掲げてる、2035年の頃に、化石燃料の使用量2019年対比で 65% 削減なんか夢物語です。これはもう本当の話です。以上です。